乙女とやりたい100のことは、はい、頑張っていきましょう。日本猿の乙女ちゃんと担当トレーナーあゆでございます。よろしくお願いします。はい、さあ今日なんですけれども、先日お客様から差し入れをいただきました。またまた本当にありがとうございます。でですよ、最近ね、お客様からありがたいことに差し入れをいただく機会が増えてまいりまして、差し入れをね、いただく中で結構いつもお客様から初めてシリーズであげてほしいと言っていただくことが増えてきまして、で、もし食べたことがあったらそのままもう乙女さんにあげてくださいっていただくんですけれども、初めてじゃなかったから動画にできないとかっていうのはちょっとなんか本当申し訳ないなと思いまして、今回からお客様からいただいたもの全てですね、動画で紹介したいなと思いまして、新企画でございます。乙女ちゃんに食べてほしいのコーナーやっていきたいと思います。イエーイそうだね、今日はねもう第1弾ということで、埼玉県の K さんからいただきました。ありがとうございます。今日食べていくのがこちらです。よいしょ、はい、乾燥ナツメ、あともう一個こちらです。よいしょ、見えますか、ドライイチジク、この2つを今日はあげていきたいと思います。他にもねたくさんいただいたんですけれども、ちょっとね全部あげちゃうと乙女ちゃんもお腹いっぱいになっちゃいますので、2回に分けて、はい、今日はこの2つをあげていきたいと思います。夏目、うわーすごい、こんな感じです。見えますか、なんか赤い大きい実、なんか大きい唐辛子みたいな感じです。はい、乙女さんにあげていきましょう。どうぞ。よし、これどんな味、なんかさ前あげたやつとさちょっとフォルムが違う、あれ夏目じゃなかったっけ、硬いぞ、わすごい、いただきます。あ、もう食べて、もう食べてないじゃん、食べてごらん。よし、これあれだわ、初めてシリーズかも、なんかちょっと違うわ前食べたやつと。あ、めっちゃレーズンみたいな味がします。トメさんどこかを見ておりますが、どうでしょう、おいしい、種入ってる、普通にめっちゃレーズンみたいな味がしますはい、というわけで乙女さんはあんまりお気に召しておりません。そう、あのね差し入れ紹介動画でね結構こうあの動画にこう出したり公開していたりしていなかったりっていうのは、こういただいたものをねやっぱお猿さん乙女さんが食べなかったりもちろんするんですよ。はい、でももうこっからはねあの全部もういただいたものは全て動画に撮ってアップしていこうと思います。なのでこういうね結果もすいませんがありますというわけで、あまりお気に召していないようなので次に行きましょう。さあ続いてはこちらドライイチジク食べていきたいと思います。イチジク生のは食べません、うちの子果たしてドライの方はどうなんでしょうか。私がイチジク大好きなんで、こう今だったらもしかしたら一緒にね食べたらもしかして食べるかもしれないと。はい、イチジクです。よし、うん、あれねちょっとここで一つ、お、これは食べる。乙女さん実はドライフルーツがあまりお好みではございません。すいません。置いた。ねえ、おい。これさ、種入ってんだよ。トメ、種大好きじゃん。ほら、見て。なんかつぶつぶなの。おい、おい、見て見て。うん、あれ、おいしい。うん、これ、なんだろう。ほら、種だよ。お、気づいた。どう？種でしょ。種好きだからさ、多分つぶつぶは好きだと思うんだ。お、食べ。
べている。この中のね、つぶつぶに気づいたから。ほら、トメさん、これ何？ちょっと干し柿っぽい味がします。おいしい。人間は好きだよ。お、気づいた。おいしいみたい。これこのプチプチの音聞こえるかな。というわけで、今日は、お客様からいただいた乾燥ナスメとイチジクを食べるという動画でございました。結果としてはナスメの方はちょっとね、あんまりお好みではなかったようなんですけれども、イチジク中にタレっぽいのがね入ってるって気づいてから、乙女さん種がねすごい好きなんで、結構モリモリ食べてました。はい、美味しかったね。結局1個丸々食べました。はい、送ってくださった方ありがとうございます。もう一つ次回あげる動画もね、差し入れの動画となっておりますので、またね楽しみにお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。乙女は2021年12月末で現役を引退します。2人で走り抜きますので、最後までの応援よろしくお願いいたします。それじゃまたね。いただいた差し入れ、ちょっと劇場の子だと余ってしまうので、猿山にお裾分けをしたいと思います。では投げるぞいただいた感想ナツメ、みんな食べるか。これ、よし、どうぞ。食べてるかな。お、食べてる。よいしょ。ちょっとこれアップで撮れるかな。よよ、これこれ食べてる。おいしい。今撮っているのがリーダーのゆうくんです。ゆうくん、おいしい。おいしい。匂い嗅いでなんかトメさんみたいな食べ方してる。かわいい。というわけで、園内の動物たちみんなで美味しくいただきます。ありがとうございました。またね。